はい、皆さんこんにちは。チームティロクスの投手です。いつもありがとうございます。今回はミュージシャンは嘘をつけという題名でねお話してみたいんですけども、どういうことかというと、まあステージはねやっぱりね非常に素晴らしいものにこうしていきたいですよね、どんどんね。でその時にもうあらゆる手段を使ってステージ見てる人にねとってお客さんがああなんかいいステージだったな、どんどんそういう風に持っていきたいわけだ。でそこでね僕最近思うのが、まあ、ミュージシャンはね嘘をつくの反対の言葉正直者っていう感じかな。これね正直ならしねいいってもんじゃねえなって思ってるわけですよ。そうで、まあ、どういうことかっていうとね、例えばさ、まあ、ちょっと風邪ひいてねボーカルの人がさ、まあ、ちょっと今日調子悪いなと思うとするじゃん。でその時にさ、いやお客さんに対して今日調子悪いんですよ風邪ひいちゃってねってもし MC で言ったとしたら、お客さんあそうなんだ今日調子悪いんだがっかりしますよね、当然ね。なんかさっき間違っちゃったとかさ、なんかネガティブなこと言っちゃう、そういうねそこの正直さはいらないでしょって話ですよ。そういう人ね多いのよ最近。ゆとりですかねわかんないけど、だからさステージなんか僕なんかはもうどんな嘘ついてもいいと思ってるわけ、まあ、今日は最高ですというわけ。とにかく今もうこの瞬間生まれてから今一番いいステージやってますわぐらいの勢いですよね、大げさに言っちゃうと。そういう風に言えばお客さんもおーそうなんだってだんだんそういう気持ちになってさ嬉しい気持ちになるじゃないですか。そういうの今見れてるんだとね、今日調子悪いんだよねって言ったら、あ今日調子悪いのステージ私見てんのねってなっちゃうからさ、まあ、簡単な話ですよ。そういうことをねどこまで考えるかっていうので、どこまでプロ意識あるのかなこの人たち、まあ、我々アマチュアだからいいんだけどさ、でもそこをね非常に考えてるあのミュージシャンっていうのはやっぱり見ててあすごいなと思うし、割と僕はリスペクトしますね。そこを全く考えない人まあ多いですよ。それはライブハウスだからね、アマチュアが集まってくるライブハウスだからさ、半分ぐらいは全然考えないで本当に本能の赴くままにだな今日風邪ひいちゃってね昨日実はねとかね、声調子悪いからとか、あとねお腹空いたとかいう人もいっぱいいるわけよ。いるだからそれはそれでいいのよ、いいのよ。で自分で今こういうの聞いてさ、あそっかそれあんまり良くねえなって思ったら改めりゃいいし、でもいや別にそういうこと言っていいんじゃないですかね。そもそも別にプロ意識そんな持ってないしね、じゃあそれでいいと思うしね、うん。あとねあの自分の例えばそう曲もそうなんだけど、人の曲というかそのカバーやるにしても自分だけで考えて自分だけで楽しい曲をだーってやるとやった時にお客さんが置いてけぼりになる時ってまあまああるじゃない。あーなんかずっと分かんない曲だなとかさ、まあ、オリジナルなんかそうかもしれないんだけど、でも人の曲やるにしてもねずっと分かんないでずっとなんか知ってる曲やってくんないかなとかさ、なんかちょっと楽しいこと喋ってくんないかななんてね思うんじゃねえかなと。そういうことをこっちが考えるかどうか、演奏する側がこの曲をこう並べた時にいやこれちょっとここいくらなんでもなんか退屈、お客さん退屈するかもしれないな、じゃあちょっとあのみんながしてそうな曲を入れてみようとか、あとはここで MC でちょっと面白いこと言った方がいいかなとか、オリジナルにしてもバラードが続くからね早い曲やろうかなとか、そういうことをどこまで考えるか。あとねひどいのになるとソロの方なんか多いんだけど、ソロの方って結構自分一人だからどうとでもなるじゃないステージが。だからねちょっと飽きちゃったんでこの曲やめて新しい曲やりますって言って本当にカバーパッとやるんだけど、それもやっぱ YouTube かなんかでこうコード見て急に思いついた曲をポッとやったりするあるわけよ。まあそれでも面白きゃいいんだけど、それもやっぱさクオリティ低いんだよ当然。だって急に練習もせずに急にカラオケでさ やるみたいな感じでさ急にやるわけだから、あれこのコードなんだろうとか言いながらやるわけ。それもどうかなと思うよね、ステージでそこまで用意してないのをやるっていうのも。それもすごいあの勇気がいるしさ、それはハプニングで面白きゃいいんだけども、それを見てるお客さんが面白いと面白くないか取るかはまたちょっとまた違う話かもしんないけども、なかなかそれでお客さんがおー素晴らしいっていうのを見せるのはなかなか難しいよね。その辺をどこまでちゃんと考えてできるかかな。だから俺なんかもさ、例えば MC なんかでじゃあ今日実はね喉調子悪いんですよ昨日風邪ひいちゃって言ったとするじゃない。でもそれはねその後で盛り上げるためにわざと言う、まあ、あんまり言わないかもしれないけど、その後どういう風に言うかって、だけど
今日なんかねすっごい気分いいんですよ。今日お客さんすっごい乗ってくれるてですしね、なんかものすごい今日ノリノリなんで、まあもしかしたら最後ね声がねかすれちゃうかもしれないけど、でももう全力で今日ねあんまり気分いいんでね、ガンガンいっちゃうんでね、お客さんぜひねよろ楽しんで応援してくださいよ。でもし言ったとしたら、このね風邪ひいてるっていうくだりだけだったらマイナス要素なんだけど、そっからでもすんげえ気分でもう今日はもう最高でいいステージだからこそ思い切ってやっちゃいますよ、乗ってくださいよって言ったらちょっと上がってくるじゃないですか。また下げてあげる、そういうことではもしかしたら使うかもしれないけども、まあ基本的にあんまりネガティブなことは言わないように、今日は最高ですしか言わない、うん、っていう感じかな。その方がいいかと思うけどもね、うん、みんなさだからステージ上でさ暑いとかさすごい連呼するやついるじゃない。暑い暑い言ってもさお客さんにはまあ関係ないからさねえ、お腹空いたとかさ暑いとかさ幼稚園児じゃないんだからさ、どうだろうと思うけどね、そういうことをね一生懸命連呼する人いるんだけどもさ、うん、まあねそういうその辺ね、そうどこまでそういうことを考えて演奏するかっていうのはあなた次第なんで、そこはもういいんだけれども、我々アマチュアなんだから、うん、あんまり有名になる前はあんまり言わない方がいいかな。まあものすごい有名な歌手とかでもさ、その自分勝手なことを言ってさ、そのそれが気まぐれなことを言ってそれが、かえってこう喜んでくれるアーティストさんもいるけど、中にはでも相当それは相当実力があって相当人気ある人じゃないと気まぐれなことを言っちゃうとね反感買うからね、うん、そういうことを言いたかったんだけどね、はい、今日はそんな話でした。ありがとうございました。